どの国を訪問しても多くの人たちとお会いになる会長。中華民国体育共進会の幹部の方々に招かれて、本場中国料理の接待を受けられました。和光土の船が台湾を訪れるにあたり、大きな力を貸してくれた国民党幹事長と歓談され、日本の青年たちへの講演をお願いしました。我的一个社长，这些团长中队经理，あなたの方にね、初めて日本中からね、将来伸びる青年をね、集めて。私が戦後30周年この台湾における経験からしましても、お国の人たちが多忙なスケジュールを縫って和光土の船で講演される幹事長、愛国の精神に貫かれた訓話に青年たちは深い感銘を受けました。痛感します。どうか皆さんご検討をお願いいたします。ありがとうございました。講演会に引き続いて会長主催の戦場夕食会が約100名のお客様を迎えて開かれました。日華友好を進める意味で日本側の出席者が会長によって紹介されます。はい、さて、その社長の渡辺君、30年間に日本金利して2兆円を世界に寄付することができました。その私の肩読みとして一生懸命にやってくれた男であります。両国は現在国交が途絶えていますが、民間では互いに友好を強く望んでいます。和光土の船をこの国に差し向けた目的は、青年たちの新鮮で柔軟な心でお互いを理解し合ってもらうためですと会長は話されました。